早く帰りたいワン。予防接種を待ちながら、飼い主さんにしがみついて離れない子犬の写真が可愛すぎるとツイッター上で大きな話題となりました。しょぼんとした表情に、すべてが反則級に可愛い、守ってあげたい、癒されました、などとたくさんのコメントが寄せられ、キュンキュンした人たちが続出。写真、いつものドライブではこんな上機嫌で眠っていたりするのに。このほか、娘が小さい頃、やっぱり予防接種でこんな顔してたなぁと注射を嫌がる小さな子供のようなお顔をしているという声も上がっています。4番長のリツイートと35万長のいいねがつきました。投稿したのは、飼い主の秋田県シオン、アットマーク B オーンズ RVZ3KF593。 写真の子犬は、秋田犬のシオンくんです。撮影した日は、2回目の予防接種。怯えるような表情を浮かべていたシオンくんですが、そんなに注射が怖かったのでしょうか。その時の様子を飼い主さんに伺ってみました。生後2ヶ月半の子犬シオンくん、いざ注射の時はお利口さんに。シオンくんの月齢は、飼い主さん、5月10日生まれの男の子です。2ヶ月半くらいになります。2回目の予防接種とのこと。シオンくんはとっても不安そうなお顔をしていましたね。飼い主さん、前回はブリーダーさんがやってくれたので様子はわかりませんが、今回は私たちが動物病院に車で連れて行って予防接種を受けました。病院に連れて行く時のシオンくんの様子はいかがでしたか？飼い主さん、車の中ではお出かけだと言わんばかりに目をキラキラさせて、隣に停車中の運転手さんにも挨拶をしたりして楽しそうでした。車から抱っこで降りた時には、ここ知ってるという感じでホールド体勢に。震えてはいませんでしたが、緊張しているようでハーハーと口で息をしていました。ただパパに抱っこされるとおならをしていましたが、病院について何かされちゃうと察したのかもしれないですね。飼い主さん、待合室ではひたすらにビビってずっと離さないでという感じでしがみついていました。その時のお写真が話題になった、垂れ耳にしょぼめのしおんくん。飼い主さん、そうです、私が抱っこした時の写真です。抱っこの時はいつもがっちりホールドしてくるのですが、今回は不安そうな顔があまりにも可愛かったので投稿しました。大きな反響がありました。飼い主さん、まさかこんなにたくさんの人がに反応をいただけるとは思ってもいませんでしたが、可愛い可愛いシオンのことを皆さんも可愛いと言ってくれるのが純粋にとても嬉しいです。コロナ禍でワクチンの件もあり、シオンの気持ちがわかると応援してくださる皆さんの心の温かいコメントに、私自身もとても癒されました。コメント、引用リツイート、すべて楽しみに読ませていただいています。注射を打つ時もシオンくんは写真のように怯えていたんですか？飼い主さん、診察室に入ってからはお医者さんにも尻尾を振って挨拶したりして、注射の時は全くの無心の表情で何もされていないような感じでした。どうも始まるまでが怖いタイプみたいです。接種後のシオンくんは、飼い主さん、接種後は体調不良などは特になく、帰宅した時はめちゃくちゃ元気に部屋の中を走り回ってました。帰宅してからは病院が嫌な場所という感覚が少しでもなくなればいいなと思って、頑張ったご褒美にシオンの好きなおやつやアイスをあげたり、抱っこしながらお散歩をしたりと楽しく過ごしました。